ブンブン我思うゆえにブンブンハロー YouTube どうも我ブンブンゆえにハロー YouTube 我ブンブンゆえにハロー YouTube どうもデカルトバナナウキです。本日はーい俺がやってきたバイトはい、ということで、5月にね、差し掛かりますということで、新入生の皆様慣れてきたんじゃないでしょうか。はい、ということで、まあ、新入生や大学生といえば、やっぱりね、バイト、これ欠かせないと思うんですよ。なので、今回は僕がね、これまで、今、大学4年生を超えて、大学院の2年生になるんですけども、まあ、このね、5年、6年ぐらいでやってきたバイトを、一挙に紹介したいと思います。そんな、やってないんですけども。はい、ということで、早速、紹介に移りたいと思います。おうおうおう。まず一つ目、ドゥドゥン、焼肉屋さんのホール、イエーイ。はい、でこれは、まあ、時給はねマジで低くて最低賃金プラスなんか何十円とかの感じなんですけども、楽しくて結構1年生のね10月から始めたんですけどもまあこの今の今まで続けてます。なのでバナナオキファンの、ね、皆さんは北大周辺の焼肉屋さんを探してみてください。もしかしたら僕が出勤してる可能性がありますので、まあ、その時は声かけてください。でこれはまあ1年生の10月ぐらいからやってるんですけども、やる内容としては焼肉をね運んだり注文取ったり、なんだろうまあなんかね、まあ、皿洗ったりとか、まあ、いわゆるホール全般のことやります。でこれやってよかったなって思うのは、割とねコミュニケーション能力みたいなのがついたり、あと店員の気持ちがね分かるようになって、これでかいんじゃないかなと思います。なんか店員にお前これ水持ってこいよみたいなこと言わねえか言うねおじさんとかたまにいると思うんですけどそれね何やねんこいつとか、ね、思うし、また忙しい時に全然店員来ねえなとか思う時あるんですけど、でもああ今忙しいんだなっていう優しい気持ちに、ね、なることができるので、飲食店のホール業務、まあ、ホールじゃなくてもいいんですけど飲食店に関する業務、これはね大学の必修にしてほしいなと思います。でやっぱ焼肉屋さんとか居酒屋とかって彼女とか彼氏できるんじゃないかみたいな結構気になると思うんですけども、まあ、結構ねマジでできますね、これカップルできますね、まあ、僕はいないんですけども結構ね僕が見た中でもこの焼肉屋さんでもね何組かカップル誕生してますし、なんか僕の後輩になんか直樹さんちょっといい人いませんかみたいなこと言われて、あいるよっつって、でなんか44の合コンしたんですけど、そこで2組のカップル生まれたっていう、まあ、なのでその焼肉屋さんとか、まあ、居酒屋のバイトとか何でもいいんですけど、そのバイト先で彼氏彼女ができるなんてことはあり得るってことだと思います。まあそんななんか、まあ、だけどそのバイト内で分かると気まずくなるっていうこともあるんですよね。はい、ということで続いて、会場設営チケットもぎりなど、まあ、これは単発のバイトなんですけども、時給としては900円から950円ぐらいなのかなと思ってます。でこれは1年生の時に何回かやったんですけども、例えばコンサート会場の設営だったりコンサートのチケットをもぎってみたいなこともやったりしてました。でこれは友達とやるのがおすすめですね。友達と一緒に応募すると、まあ、そのね同じフロア同じエリアで仕事とかできたりするので、まあ、結構楽しくねバイトすることができるんじゃないかなと思ってます。だけど僕はなんかねここに結構ヤンキーとかいっつもいる常連みたいなやついるんですけど、そういうの結構ちょっとね痛いというかなんかきつくて、僕はね2回ぐらいでやめましたね。はい、まあ、なのでまあなんかバイト1回でもやってみたいなっていう人は単発なので結構おすすめです。面接とかも特にないんで。続いてビアガーデン、これはね結構最強のバイトかなと思っていて、まあ、時給も割と高くて僕はね1000円ぐらいだったのかな。これは3年生の夏休みに1ヶ月ぐらいやってました。で、札幌って夏休みに大通公園でビアガーデンが開かれるんですけども、そこで大学生が結構バイトしてます。でこれ何がいいかっていうと、マジで出会いがいっぱいあるっていう点ですよね。やっぱねそのビアガーデンに出会いを求めてくる人いっぱいいるんで、これなんかね彼氏彼女とかできたりする人多いです、まあ、僕はビアガーデンっていうよりはなんかビアガーデンの後のオータンフェストっていう大通りのなんかあるんですけどイベントが、そこでビールドイツビールを売るみたいなバイトやってました。でここでもなんかね陽キャの人とか、私立のなんか北大じゃない大学生のめっちゃ明るいやつとか、そういう人と、結構ね仲良くなったのでめちゃくちゃ良かったですね。
まず可愛い子がねかなり多いって噂なんでビア側で、なので、ぜひ、ね、挑戦してみてほしいなと思います。やります、お願いします。はい、続いて居酒屋ですね。まあ、これはなんか僕はね焼肉屋さんのバイトに飽きてきて、なんか別のバイトやりたいなっていう時に友達にね紹介してもらった居酒屋なんですけども、まあ、僕はこれね2日で辞めました。で時給はね1000円でめっちゃ良かったんですけど、なんかね結構ね客層がマジで高くて、でバイトも俺の友達しかいなくて、で、それ以外はおばさんしかいないみたいな、おばさんおばあちゃんしかいないみたいな、そういった職場というバイト先で、マジでね結構きつかったですね。でもう何も分かんないのにいきなりホールに放り出されて、で結構ねもうきつくて、あこれだったら別に時給安くても、まあ、なんていうの慣れてるバイト先の方がいいわと思って2日で辞めちゃいました。まあ所詮ねバイトなんでもうすぐ辞めちゃっていい、あまあ合わないなと思ったらすぐ辞めちゃってもいいのかなと思います。まあ、その辞めすぎは良くないですけど、すぐ辞めちゃってもいいのかなって思ったりも思わなかったりも、いやダメでしょダメでしょ大丈夫か、覗いて、大丈夫か、覗いて、続いてドゥドゥ研究室でのバイト。まあ、これはなんかねバイトとかなんか、うん、なんかバイトっちゃバイトっすね。でこれは研究に関する、研究室でもよるんですけども、こういうバイトがあったりなかったりっていうのは、まあ、僕の研究所属してる研究室はまあ農学部なんですけども、まあ、そこで農業でなんか収穫とかするときに人手足りないから人手欲しいみたいなことで募集があって、でそれでその仕事をやったときに時給が発生するっていう感じです。まあ、時給も割と高くて、楽しいので、めっちゃいいかなと思います。あとは研究室とか大学院だとティーチングアシストとか RA って言ってなんか教授をサポートするみたいなのがあったりするんですけども、まあ、それだと割とね金も高くもらえたりするので、大学院生は結構こういうのでお金を稼いでる人が多いのかな。まあ、そんなことないか、どっちやねん、うん、どっちだろう、どっちやねん、まあ、なんてね人も多いのかなと思います。はい、まあ、なので所属する研究室とか学部とかにもいるんですけども、まあね、なんか大学に入ってからお金を稼ぐ手段っていうのはなんかこの研究室周りだったりもするのかななんて思ったりも思わなかったりもします。どちらも知らんのかい、知らんのかい。続いて最後プログラミングですね。これはここ1年ぐらいの話なんですけども、僕なんかアプリ開発自分でやってて、でそのアプリ開発をしたのを、きっかけに、まあ、そのエンジニアの方からバイトを紹介していただいてバイト始めたっていう感じですね。でこれはね何がいいのかっていうと、他のねバイトっていうのは時間を売ってお金をもらってるんですけども、プログラミングどちらかというと自分が持ってる技術でお金をもらえるみたいな感じがあるので、それがね他のバイトとかなり違う性質で、やりがいもあるし、なんかね自分楽しいと思えるので、もしね情報系の学生とか、僕はね情報系の学生じゃないんですけども、そういうので稼いでみたいなとかいう人は、ぜひ勉強してほしいなと思います。はい、まあ、あとはね夏のインターンとか、エンジニアはなんだろう、インターンシップで有給のインターンが多いんですよ。なのでお金をねもらいながら実務での経験をね積めるみたいなのもかなりいいので、まあね、そのなんかやってみたいなっていう人は、まあ、1年生とか早いうちからなんかいろいろねプログラミングに関する勉強とか、なんかウェブサービス作ったりとかいろいろやってもいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、あとは、番外編として、僕はねやってこなかったんですけども、家庭教師とか塾講あると思うんですけど、これは北大生結構やってる人多いですね。まあ、なので割とおすすめではあるんじゃないかなと思います。確かに塾講とかね時給はいいんですけども、まあ、よく言われてるのはなんか勉強とか、 なんかその、ね、前の予習復習とかで思ったよりも実際の時給が高くないみたいなのがあったりしますね。まあ、だけど慣れてくるとそんなことも、ね、少なくなってくるんじゃないかなと思っています。まあ、あと高校生の、ね、知り合いとかできて、なんかその高校生が大学生に上がってから付き合ってるみたいな人もね割と見てるので、大丈夫か、まあ、それはね割とやばグレーではあるかなと思いますけども、まあ高校生好きな人はぜひいいんじゃないかなと思ったりしてます。あと家庭教師はね、なんかねその家庭に行って、まあ、もちろん勉強しているわけなんですけども、そのなんかねご飯作ってくれたりするみたいな家庭も多いらしいので、なんかね結構いいっすよね、そういう素敵な話やなって思ったりします。素敵やん。であとはなんか家庭教ってどっかの会社通して
応募したりしてる人が多いと思うんですけども、例えば個人で家族と契約してお金をねちょっと多めにもらうみたいな人もいるので、まあ、割とねなんかコスパよく稼ぐことができるじゃないかなと思います。僕の大手屋で働いてた時の先輩も、はいはい、めちゃくちゃ金持ちのうちの家庭教師をやってて、はいはい、旅行するときは、はい、じゃあこれ持っていきなって言って1万円えぐ出してくれたりとか、お小遣いみたいな、家に壺があるみたいな感じで、あれガチやん、そう晩飯食って、うん、そう晩飯のメニューもステーキみたいななんか老司山本その先輩がその稼いだ金でめっちゃ買いまくってすげえまあなのでこういうね家庭のねガチャみたいなのがあると思うんですけども、いい家庭に当たることができたらかなりいい思いができるんじゃないかなと思ったりしてます。まあ、あと北大っていうねやっぱね北海道の中ではもう最強のね肩書きではあるので、まあ、それを生かしてなんか自分でねなんか家庭教師やることもできると思うので、ぜひ頑張ってほしいなと思います。はい、ということで、まあ、以上で紹介終わったんですけども、まあねバイトは本当にねいろいろやってみてください。まあ、僕のね友達とだと相席アルバイトして、なんかね彼女できたとかそういう話もあったりする。どうやってできたの？まあ、それはおいおい話していこうと思います。おい、はい、アテンドします。はい、ということで、バイトね結構いい、なんだろう、今友達できづらいと思うんですけど、バイトでね友達とかできたりすると思うので、最初はビビると思うんですけども、ぜひ皆さん何かしらのバイトに挑戦してみてください。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。あちょう。てて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 て